はいどうも、皆さんこんにちは、もいけんです。今ね、5時間、トータルでプレイ時間5時間ぐらいやってみました。だいたいまあ特徴、その辺ね、最初まあ紹介した後に見ていこうかなと思うんですけど、やってみた感想っていうかね、特徴は一つがね、まず基本的に、すごい MMORPG っぽいね、バトルしながらチャットができるっていうね。あと、その、他のね、なんだろう、ガチャとかはスマホ版っぽい、スマホゲームっぽいんですけど、プレイそのものはね、もうオンラインゲームに近いなっていう感じで、まあ基本ね、今ね、1からやってきて9章まで、来たような感じなんですけど、ちょっと、じゃあ1試合ぐらい、5時間ぐらいやると、どしろと、まだ1日しか経ってないですけど、やるとね、まあ丸1日ぐらいかな。ちょっとどんな感じだろう。まあ、ストーリーね、どんどん進めていくような感じなんですけど、この矢印に従って、あ、こっち崖か。矢印に従って、ぐるっとね、まあ、目的地を目指すと。もうほんとね、MMO っぽいですね。ヒントだけ与えられてね。あ、一応ね、上の方にクエスト、なじるに状況の報告をすると。いう風に書いてあるので、ちょっとこっちか。ちょっとマップが。ですけど、まあ、この辺にね、モンスターがいて、まあ、戦っても、戦わなくてもいいと。いう感じですね。はい、じゃあ、まあ一応じゃあ、ちょっと、あ、戦いたいんですけど、まあ基本的には自分と、もう一人の、フレンドさんじゃないですけど、AI を借りてね、戦うような感じになります。このゲームの醍醐味は、この一人でやるっていうよりもね、多人数でやったり、人がバトルしてるところに、ね、乗っかっていったりとかね、その辺が面白いですね。で、これ必殺あるんで、必殺使ったり。ね、武器がね、こう、あ、必殺で勝っちゃいましたね。必殺技もいろいろあるしね、なんか、ね、やり込み要素が多くてね、面白いですね。この横にいる、普通にね、とことか歩いてる人いますよね。その人は普通のプレイヤーなんですよね。同じような感じで、私と同じでね、この女性のね、クエストを消化していっているような感じだと思うんですけど、じゃあクリアと。まあ、ストーリーでね、お話がこんな感じで進んでいくと。なんか怪しい、仮面の男がいたり、普通にストーリーをただただ楽しんでるって感じ。はい、じゃあクリア、クリアとクエストクリアという感じで、こんな感じで一個一個、物語を、与えられた物語を追っかけていくっていうのがね、だいたい一日して、まあ、終始こんな感じかな。これがメインのストーリーになりますね。はい。じゃあまあ、この辺にね、周りにいる人たちがもう完全に僕と同じようにこの空間にサーバーがあってね、そこに、ログインしているというような感じですね。最初からやったプレイがあるんで、わからない人はそこからね、見ていただければと思います。はい、じゃあ最初からね、やったプレイどうぞ。はい、皆さんこんにちは、ムイケンです。ではね、剣と魔法のログレス、イニシエの女神。これをね、やっていきたいと思います。楽しみですね。ワールド11をするようにっていう風に、一応快適、ここなんだ。なんかね、全く知らない、初心者っていう体っていうかね、やったことないんでね、やりたいと思います。結構ね、面白そうでね、グッチさんとかやってて。はい、ではダウンロード終わるまで少々お待ちください。はい、というわけでね、今ダウンロード終わって、今からね、ゲームスタートをしていきたいと思います。はい、じゃあ、全く初めてですね。はい、じゃあ、OK と。いうことで、縦画面のね、一応これスマホなんですけど、MMORPG みたいですね。女の子の方が可愛らしいけど、男の子選ぶか。まあ、今後ね、男として動いていくっていう感じになるね。剣と魔法のログレスへようこそ。お、これ周りにも人、冒険者がいるんだよ、やっぱね。あれ、君見ない顔だね。旅人かな？ここはログレス王国だよ。さて、僕は仕事に戻らないと。あ、そうだ。君強そうだし、よかったらグリーンジェルを倒すのを手伝ってくれないか？なんか、戦ってみよう。グリーンジェル。こんな感じなんだ、バトルは。112。で、ここを押すと。EP。EP は攻撃を当てると少しずつ回復するよ。なるほど。はい、じゃあ戦ってみましょう。ははは、ほんとオンラインっぽいな。じゃあ EP を消費して必殺技。なるほど。基本的な流れはこんな感じですね。
はい、ありがとう、助かったよ。グリーンジェルは放っておくとすぐ増えるから、こまめに退治しないといけない。ところで君、旅の資金は足りてるか？この先に僕の住んでる町があって、クエストボードに貼ってあるんだ、依頼ね。クエストをこなしていくんだ。はいはいはい。はい、クエストクリアと。なんだ？なんか5、4、3とか出てますけど、これはなんだ？これはなんだ？カーテンが閉じた。僕の案内役、僕は案内役、ドラ吉。よろしく。クエストボードでクエストを受けよう。あ、これはあれだ。ロード中の時間のあれですね。はい、じゃあクエストを受けてみよう。クエストを受けてみよう。あ、なるほどね。冒険の始まりの中でさらに、別のやつがあるってことですね。はい、じゃあこれを出発しましょう。なるほど。基本、やっぱりクエストをこなしていくっていう感じですね。15。あ、そっかそっか。空中に浮いてる鳥なんで、弓が、ウィークポイントっていうかね、ウィークなんですね。弱点っていうか、ね、はい、じゃあこれで登録完了と。で、これでやっと外に出れるかもしれないですね。そっかそっか。一応ちなみに、冒険者でよろしくです。よろしくって書いてあるんで、ここに関してはみんなと何回か、なんか喋ったかもしれないですね。はい、ではここで大体のチュートリアルが終わりと。いうような感じですね。はい、ではね、今ざっと見ていったんですけど、まあ最初のね、ほんと最初の方でね、まあ基本的にはこのゲームは3つ、基本的にはねあって、まあメインのストーリーがね、あるんですけど、あ、ちょっと閉じよっか。クエストを触るとね、まあクエストにワープしますかみたいに出るんですけど、最初に一番最初にお見せしたのがシナリオのストーリーで、まあ最初からやったのはシナリオの方を進んでいったんですけど、それとはまた別でね、ハンターっていうのがあって、これをクリアしていくと、新しいジョブ、職業っていうのをゲットできてね、まあ、この辺は必須になってきますんで、クリアしていくと。で、クリアすると、意外とね、アイテムが美味しいので、それをしっかりと取っていくと。まあ、ハンターは一番最初にやっぱ取るべき、とこですかね。で、ガチャもどんどん引けるんで、で、どん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 ガチャを引いて、それでいいアイテムをゲットすると。あと、スペシャルっていうのは期間限定のやつなのかな？これね、何回かクリアしたんですけど、ね、今着てる服が、これクリアしてますけど、ねぶた祭りっていうイベントがあってね、それのアイテム今着てるような感じです。はい、じゃあ実際にね、冒険楽しんでいきましょうかね。じゃあこんな感じで、下の方でね、チャットやってたりするんですよね。周りの人たち、サーバー一緒の人たちと、ね、なんかよくわかんない、言葉。ネザーツインズ協力お願いします。こんな感じでほんとね、あ、MMO っぽいですね。スタートしました、よろしく。まあまあ、よろしくと。まあこんな感じで、まあ歌わなくてもいいんですけど、閲覧されます。ワールドチャットで発言しますか。ちょっと一回初めてね、ワールドチャットで発言したということで、こんな感じで、ほんとね、チャットで、こんな感じで、このね、スタートしたばかりですっていうことで、こんな感じです。はい、じゃあ、実際ね、ちょっとガチャ引けるかな？あ、5ちょうどありますね。じゃあ、1回引いてみましょう。ピンクがね、今1回か2回ぐらい出ましたね。あ、金だ。金は、まあ、普通のレアですね。超レアとかね、激レアみたいな、激レアあったかな？あ、激レアか。激レア、レア、あとなんだ、ピンクがやっぱね、ピンクのたまたまが出たら結構いいみたいですけどね。今んとこ1回か2回ぐらい出たかな。はい、ではせっかくなんでね、どんどんクエストをね、今回紹介していきたいと思います。はい、じゃあ、まあ、2万強い人いるな。はい、じゃあ借りてね、早速クエストの方。クエストね、こなせばこなすほど、やっぱね、石が溜まっていくんで、結構ね、いい感じにね、成長するんですよね。はい、じゃあ、パペットっていうモンスターを5匹倒してくださいという指示がありました。お、今回自分しかいないかな。まあ、こうやってね、スライドさせるだけで、装備っていうものを変えることできるんで、こう指でね、指でちょんと選択するだけで、それ結構いいですね。楽に変えることできるんで。パペットいましたね、こいつだ。はい、じゃあ、こいつを、10体攻撃しろという指示がありましたので、早速ね、倒していきましょう。一
発で一丁落ちるような感じ。あの、これ本性なんだ。はい、じゃあ、いけました。普通に勝ちましたね。はい、じゃあ、ちょっとこっちで。はい、じゃあ、あと5匹。これでクエスト完了ですね。こんな感じで、まあ、今回に関してはボスミッションとかではないんですけど、結構ね、強めのモンスターとかも出たりはし始めましたね。はい。まあ、いいガチャね。引きたいんですけど、見た感じ僕の引いたやつはまあ、ピンクでも、まあ、普通かなっていう感じしますけど、超激レアとかではなかったですね。はい、では、クエストクリアと。このね、一番左のキラキラのね、石が結構美味しいんでね。まあ、取るの楽しみにしてるんですけど。はい、じゃあ、どんどんね、やっていきましょう。はい、というわけで、まあ、こんな感じです。やっぱシナリオに関してはね、まあ、淡々とストーリーを進めていくっていうような感じですね。まあ、ハンターに関しては、まあ、これ必須なんで、まず基本的にこれをね、最初にやるような感じです。はい、じゃあ今回最後にね、スペシャル、やっていきましょう。スペシャルはね、期間限定のやつだと思うんですけど、昨日ね、このログレスねぶた祭り、これをね、なんとかみんなのおかげでクリアすることができました。難しそうだな。ちょっとね、行って、むずいとあれなんですけど、己の力のみ。こういうのはちょっとやめておきましょう。何人かで、そっか、ソロって書いてんな。ソロっていうのはちょっとやめておこうかな。はい、じゃあ、8月の、6万以上。ちょっと足りてないんだ。スペシャル探索。あ、これは、周回していくようなやつか。ね、いろいろあるみたいですね。2万4000のやつか。みんなどれに行ってんのかな？帰ってきたメタルハンター。これ、メタルが出るってことか？はい、じゃあ、これね、やっていきましょうかね。メタルが出るんだ。はい、じゃあ、まあ、友達とかね、欲しいとこなんですけど、まだね、始まったばっかで、友達の仕組みがよくわかんないですけど、まあ、いろいろね、やっていくんでしょうね。まあ、今後その辺もね。はい、メタル。これ、メタルマンドラ。これが結構美味しいのかな。結構さっきから出入りしてる人が多いですね。ってことで、ね、一緒に戦っていきましょう。はい、じゃあ、このチビメタルみたいな、おぉ、8人でね、どかどか戦うっていうのは、ね、結構面白いですね。はい、じゃあ、いい感じで、まあ、レベルアップになるのかもしれないですね。はい、じゃあ、どんどん行きましょう。おぉ、いいね、いいね。こんなんでレベルを防ぐんだ。へぇ、初めてのメタルですね。こうやって期間限定とかであるんで、そういうのに参加していくっていう感じですね。はーい、それではね、やっとこさ、出ました。なかなかね、人数が多すぎてね、レアっていうものはできなかった、出てこなかったんですけどね。おかげでね、なんとか、これでね、ありがとうという。はい、じゃあ、ありがとうってことで、レアが出たんでね、助かりましたっていうことで、ね、よろしくとか、ありがとうとかね、レアが出るとは思わなかったんで。はい、じゃあ、これで無事、クエストクリアかな。はい、っていうわけで、まあ、これにぶつかるまで結構時間かかっちゃったんですけど、まあ、それだけね、人気があるんで、レベル上げでもあるしね。ってことで、クリア、クエストクリアと。ということですね。レアがなかなか出ない。ここでレアをゲットなんで、クリアと。はい、じゃあ、これがね、スペシャルっていうね、とこのクエストでした。こんな感じで3種類ほど、シナリオハンターとスペシャル。この辺がありますんで、シナリオ進めるにはね、やっぱハンターあたりからクエストやっていった方がいいかなって感じです。このゲームね、面白いですね。ね、しかもスマホの縦画面での MMORPG っていうのはなかなかね、今まで、まあ、あるかもしれないですけど、見たことなかったんで、やりながらね、ほんとオンラインだと思ってね。スタミナっていう概念がね、ないのかなっていう感じで、あるのかな？なんか一応今のところ私は、一回もストレスなく、今やろうと思った時にいっぱいやれるっていうか、ね、立派なサーバーを持ってるのかな？はい、というわけで、今回ね、このログレスの紹介でした。結構面白いんでね、今後もちょっと続けていこうかなと思いますけどね。はい、失礼します。